炎上寺は、奈良県奈良市ニンニク山町にある信言、総王室派の寺院。三号は、ニンニク山。本尊は、阿弥陀如来。奈良市街東方の野牛街道沿いに位置する古寺で、仏師、運慶の最も初期の作品である国宝、大日如来像を所蔵する。炎上寺について、和州ニンニク山炎上寺演技は、奈良時代の創建を伝え、別の演技には、 演技年間の創建を伝えるが、いずれも伝承の域を出ないものである。炎上寺演技によれば、この寺は、元人と共にと日した闘争の巨滝が、天平商法8年に、聖武天皇の直眼で創建したという。和州人肉山炎上寺略芸士も、同様の創建演技を伝えるが、巨滝なる層については、他に確認できる資料がない。一方、 人肉山地音院演技によれば、この寺は、京都東山獅子方に、に炎上寺を建立した、駅神という僧が、縁起年間に、大和国人肉山を訪れ、この地に寺を建てて、炎上寺と合したという。前述の、炎上寺演技、地音院演技、炎上寺略言子とも、命禅という僧を、中高の祖としている。本朝高僧伝初集の命禅伝によれば、命禅は、 万樹三年、諸国アンギアの後、ニンニク山にいたり、この地に十一面観音立像を祀る寺を、混流して、炎上寺と合したという。また、この十一面観音立像は、春日明神が彫ったものであるという。こういったことからか、当時は、春日の奥の院とも呼ばれるようになった。平安時代後期の寺師について、炎上寺縁議は、浄土教系の小田原義子と、 向井説商人狂言と、新言系の層で、広高寺別当当時長者、高野山艦長、東大寺別当を歴任した、お室忍仁那寺の勘編僧正の名を挙げている。同演義によれば、天英三年、狂言が阿弥陀堂を建立し、阿弥陀如来を当時の本尊として安置したという。その四十年ほど後の二平三年、勘編が入寺し、 東密広沢六流の一つであるニンニク三流を起こしたという。寺に現存する木造十一面観音立像は、自伝によれば、前室の命禅が祀った像とされるが、技法、作風から見れば、本庁高僧伝の伝える万十三年よりも古い、十世紀末頃の作品と見られる。炎上寺の原本尊である、阿弥陀如来座像は、技法、 作風から11世紀後半から12世紀初頭の作とみられ、炎上寺演技に登場する狂言が本尊として安置した阿弥陀如来像がこれにあたる可能性もある。また、伽藍の前面に広がる園地を中心とした庭園は、その形式から平安末期12世紀頃の作と推定される。以上のことから、炎上寺は平安時代中期に創建され、十二世紀半ばの 勘編の頃に時間が整備されたと見られる。室町時代、応仁の乱の陛下により、同等伽乱の大半が消失したが、死因である地恩院院受坂江広史アジを中心にして再興された。文明13年、坂江広史は、室町幕府の大御所、足利義政の使者として、朝鮮に赴き、高麗万代造強を入手している。 文明十九年には十四の道具が復興している。江戸時代に入ると寺僚は当初百三十国であったが、高麗版大蔵教を幕府に献上することによって新たに105国が加増された。これにより、寺僚に百三十五国、神院二十三家、寺を有する寺院となった。明治時代となると廃物希釈によって混乱しろえて、神院はすべて廃絶してしまった。しかし、 1882年に森氏和尚が入寺すると次第に落ち着きを取り戻した。老朽化して諸層部分しかなかった多宝塔は1920年に鎌倉市の長寺寺に移築され観音堂となっている。現在ある多宝塔は1990年に再建されたものである。正門にあたる老門の前には平安時代の面影を残す池を中心とした。 浄土式庭園が広がる。老門を入ると本堂を中心に陳寿者の霞ス堂、白山堂、宇賀神本殿、多宝堂などが建つ。大日如来像、木造大日如来座像文系作一区の名称で国宝に指定されている。本像は鎌倉時代を代表する物師、運慶の現存する最も初期の作品であり、安元2年に完成した。 サトシ権威を結んで結果不座する大日如来像で、像高98.8センチメートル。日の機材の寄せ木作り、失白仕上げで、目は極眼とする。運慶の少年は不明であるが、その長男の短慶が、上安三年の生まれであることから、運慶本人は十二世紀のカ頃の生まれと、推定される。したがって、1176年作の、本像は、 運慶20歳代の初期作ということになる。本像の立地的な顔立ち、金星の取れた造葉、肌の弾力や着衣の質感を感じさせる写実的表現などは、上長様式に代表される平安時代の仏像の様式とは一線を画すものであり、鎌倉時代における新たな仏像彫刻の展開の先駆けとなる重要な作品と位置づけられている。 本像の構造は、頭体の根幹部を正中萩とし、頭部は三、道下で割り、芯とする。これに、両脚部を構成する横一材と、左右の腰部を形成する三角形状の角一材を、萩、肩から、先の両腕部も別材である。このような清瀬法は、この時代の寄せ木作りに、典型的なものである。両腕部は肩、肘、 手首の三箇所を剥ぐのが一般的だが、本像の場合はもう一箇所、上白の半ばの非線の位置でも剥いでおり、運家が、里都市県員を結ぶ両手の位置の調整に苦心したことが伺える。このほか、頭頂のタブサや肩、耳にかかる垂れ紙も別材を剥ぐ。また、上義礼を体部材から掘り出すのではなく、別材製のものを貼り付けているのは、珍しい技法である。 像は材を厚く残して、打ち子を行い、外からは見えない体内も平滑に仕上げ、漆塗り仕上げとしている。運慶が後に制作した仏像では、如来像には玉眼を用いていないが、初期作である、本像は例外である。本像の後輩は、当初のものだが、二重円章と呼ばれる、中心部分と光足と呼ばれる部分のみが残り、周焉の部分は失われている。台座は、 連肉部と連弁の大部分が当初のものである。台座連肉の天板の裏面に以下の牧書名がある。運慶省案件元年11月24日はじめの給料物上品8条木主13匹なり、以上、御味量なり、笹具渡る案件に日の栄猿10月19日、大仏師後継、実手て運慶は開業を示す。日の栄猿は原文では、 生子で横書きとする。この名文から、本像は、後継の実弟子である運慶が、案元元年11月に作り始め、1年近くをかけて、翌案元2年10月に完成したこと、造造の報酬として機能を支給されたことがわかる。実弟子とは、実子で勝つ弟子であるという意味に解釈されている。この名文は、全部が一人の執筆ではないが、少なくとも、 その一部は、運慶の自筆であるということで、大方の研究者の意見が一致している。日本の仏像彫刻史において、仏師自らが筆を取り、作者としての自らの名を残した最初期の例として注目されている。元は本堂内に暗記されていたが、他方と暗置を経て、現在は、総王殿へ移されている。ありがとうございます。